里崎チャンネル。こんにちは。こんにちは。今日はですね、はい、野球の、まあ、プレイヤーとしてもそうですけど、まあ、解説者としてもそうですけど、まあ、僕はなるべく言わないように、言ったとしてもすごい内容が濃いように伝えるようにしてるんですけど、あのベンチから放たれてるあの指示の声が、はい、無駄な指示とか意味ない指示がどんどん飛んでくる、なんとかしてほしいっていう問題です。なんとかしてほしいっていう問題です。もう本当なんとかしてほしい、勝ったもうプレイヤーの時は、うん、あ、もうそう言いたいわけですね。なんとかしてくれっていう。もうね、うん、だからまあ僕はね、はい、きついこと言ってますよ、はい、このチャンネルでも、うん、でも全ては野球界を良くしたいっていう思いで言ってます。その思いもだけですよね、はいはい、ただ文句言いたいとかではないです。わ、うん、かりました。ただそれは分かってくれてますよね。いや、もちろん分かってますよ、まあ、もう文句言いたいだけなんで。いやなんか文句多いなみたいな。野球界をとにかく良くしたいっていう、そういうことですね、はい、ただ意味のない指示なんてあるんですか？あるんです。だって意味があるから指示出してるんじゃないんですか？僕がもしコーチとか監督だった場合、はい、絶対そんなこと言わないです。例えばですね、はい、まあ僕守備で守ってて、はい、よく聞いたことあると思うんですけど、はい、初球から振ってくるぞ、初球気をつけろ。あー、コーチとかがベンチから言ってるわけですね。もう振っていきます。怒りが。初球気をつけろ。初球から振ってくるぞ。うん、だからなんやねんと。はい、そんなのは、うん、俺の方が知ってるっていう。こいつが初球から振ってくる積極的なバッターっていうのは、僕はもうめちゃくちゃ勉強してるわけですから。そうですよね。特徴を持ってるわけですから。はい、ね、こいつが積極的なのは他の誰よりも俺が知ってる。のにもかかわらず、うん、それをあえて言うのはなんでかっていうね。はい、よく考えたっす、はい、ね、なんでですか？なんで考えたね、はい、打たれるじゃないですか初球、はい、ベンチ帰ってきて初球から振ってくるって言ってやろ。俺言ったからな。そうっす、お前のせいだからな。そうっす、俺はちゃんと指示したよ、はい、俺の責任じゃないよな、はい、俺は義務果たしてますよの逃げ道です。だからアマチュアの指導者の皆さん、はい、絶対に言っちゃダメなんです。これは指示もやっぱ明確にしていかないと、うん、選手に逆に不安を与えるんで、うん、初球から振ってくるぞ、だからどうするんやっていう話をしなきゃいけないですよね、はい、佐藤さん、あの、まあ、この間ノートもね、はあ、持ってきていただいたり、はあはあ、めちゃくちゃ勉強してますもんね。してんのにそんな簡単に言ってくるぞ。じゃあもう仮にすごい意味があるとしたら、はい、初球から振ってくるからボールから入れよっていう意味なのか、初球から振ってくるぞ、うん、だからもう勝負球から入れよなのか、もしくは相手バッターに、お前が初球から振ってくるっていうことは俺ら全員知ってねんぞ、だからボール投げちゃうから振ったら振らされるぞっていう精神的アプローチなのか、僕はもうさっき言った自己保身でしかないと思ってるんですけど、はい、でもなんとか肯定するように考えた、この3つを、はい、初球ボールから入れようだった場合、はい、ボールになりました、はい、ワンボール、うん、初球から振ってくるようなやつは、はい、ワンボールになっても振ってきます。そうですね。はい、でまたどうするんですかって話ですよ、はい、そしたら、はい、初球は打たれちゃダメだけど、うん、2球目は打たれていいのかって話なんですよ、はい、次、はい、勝負球から入るよ、はい、だった場合、うん、はい、そんなの試合前から言っとかなきゃいけない問題ちゃうんかっていう。そうです、今言うことじゃないですよね。でしょ、そうですね、仮にこのバッターはチャンスになったら積極的だと、はい、だから今日先発は誰それ投手ですと、はい、バッターになったらもうお前の得意な勝負球、うん、これから入っていこう、はい、で試合前にもう言ってますよね、仮にあったら。で、3つ目、はい、相手に対して誰でも知ってることを、はい、精神的アプローチ、はい、揺さぶられないでしょ。確かに。本人も知ってると思いますよ、初球から打っていくのは、はい、それを改めて言われたところでもう毎回言われるんですよ、はい、聞こえないですよね。そうですね、なんなら集中してますよ ね、 もうね、本当にじゃあ意味はないくて保険っていう感じなんですよ。いや、そう、もう自己保身の保険ですよ。だから自分が怒られたら困るとかね、はい、もしくは言うこと言ってよって、うん、であったんですよ僕も、はい、現役時代、はい、ね、これもう誰とは言わないんですけど、はい、ある時にですね、マウンドに行って、はい、あの話、これはみんなこう野手集まるじゃないですか、はい、ピッチャーも野手もでコーチも出てきて集まるじゃないですか、はい、ってなった時にピンチだったんですよ、はい、ここはあの初球ボールから入っていこうって言われて、コーチが、はい、はい、こっちはこっちのプランがある中でパッチってきて、はい、
で、そのコーチは初球振ってくるぞっていう人なんですよね。ああ、いう人なんですね。もうそれもあってのだから、はい、いきなりで、はい、何もなくていきなりそれで勝ちにはこれは僕は頭悪いです、はい、でも初球来るのもう今までもう積もりに積もって、うん、もう来てたんですね。来てた中でのその中で、うんうん、はい、あのこれ初球から振ってくるからボールから入っていこう、カッチン来て、はい、で、まあ、どうしたんだどうしたんだろう、はい、じゃあ初球からボール入っていこう、はい、どの球種でボールなんですかって聞いたんですよ、はい、だって球種もいろいろあるわけじゃないですか。まあそうですね、別にね、はい、うん、たら、うん、これぐらい曲がって、はい、もうこのぐらい間があること時点で何も考えてないんですよ。考えてないですね。考えたらスラッとこれで、ああでなんじゃないですか。もう何も考えてないんですよ。はい、もうそれでももうどんどん降って上がって100度超えてるんですよ。はい、気持ちいいだけで。やばい、もう爆発するんで、はい。しかもただでさえピンチの、はい、勝ってる状況のピンチで、はい、こっちもかなりもうアドレナリン出まくってる中で、はい、やって、うん、じゃあまあスライダーでも、じゃあでもってなんやねんっていう。スライダーでもってないよね。それはもう大手出せないですよ。はい、心の中で、はい、はあ、みたいな。うん、じゃあで、うん、じゃあはいスライダー行きました。はいボールになりました。はいワンボール、うん、ワンボールからでも積極的ですけど何投げますか次って言ったんですよ、うん。それ言ったんですかマウンドで。はい。こっちに。はい。そっから自分で考えてくださいってそんな無茶でしょ。そんな無責任なことを、はい。そうですね。やるんだったら最後まで完結してくださいよ。僕らなんて1回の初球から130球投げて30球まで意味ある中でやられながら、はい、多くの皆さんからリードがへぼいって罵倒されながらやってるんですよ。はい、うん、それをそんなただ1球目だけ言われても困るじゃないですか。うん、そうですね。だったら次も教えてください。はい。はい。ワンボールになりました。はい、まあ次も打ってくると思うんですけど、うん、じゃあ何投げますか次。はい。選手たちは全員ピリついてるんですよ。何も言えない。僕は言うまで待つタイプなんで。はい。はい。うん。こんな感じです。嫌だ。で待ちますよね、ずっと。はい、コーチそこからどうしたんですか、はい、たらある選手が、はい、もう好きなようにやった方がいいんじゃないって言って、はい、じゃあちってあの帰って初球ど真ん中のストレート、はい、でも打たれなかったバット振らなかったよかったもうなんか反抗心がそこからそいつ三振に打ち取って、はい、ジョージャーって心の中でガチはやんなかったですね。やんなかったです。ああ見たことないちょっと半端な指示しやがってなんかコーチに勝ったぞみたいな一番分かりやすかった明確な指示は、はい、やっぱボビーなんですよ。へえ。2005年日本シリーズ、はい、まあ、千葉から始まった、はい、ロッテ対阪神戦第一戦です、はい、先発は清水直さん、うん、でキャッチャーは僕だったんです、はい、でボビーにあの前日か試合前かどっちか忘れたんですけど、うん、ボビーに僕一人呼ばれてで佐藤さん、うん、この日本シリーズは金本さんを抑えるかどうかで決まるって言ったんですよ。おだから絶対抑えなきゃいけない、はい、そのために佐藤にはやってもらいたいことがあるって、はい、セリーグで戦ったデータ見る限りセリーグのピッチャーは金本さんに対してインコース厳しいところにほぼ投げてないって、うん、ロッテっていうチームはインコースどんどん攻めていくぞっていう普段のやつとは違う攻め方するぞっていうのを見せたいと、うん、だから満塁だろうがどんな状況だろうが全打席初球インコースストレートからって言ったんですよ。へー。でそれでホームラン打たれてもいいって言ったんですよ。うわでそれがストライクでも、はい、ボールでも、うん、どっちでもいいと、はい、でも全打席、うん、この第一戦初球インコーストレートしてるんですよ。へで2球目はもう佐藤に任せると、はい、いけると思ったら続ければいいし、うん、無理やなと思ったらやめればいいし、はい、でもう一回インコース変化球にしようかなでもいいしアウトコースに振ってもいいし、うん、それはもう任せると、うん、でも満塁だろうが何だろうがどんな状況だろうが、うん、全打席って言ったんですよ。で行ったんですよ、はい、結局打たれなかったです4球です。ほぼ金本さんに結局金本さんが、うん、あの繋げられなくて1打席目も赤星先頭出たんですけど、うん、そのインコース攻めて最後アウトコースに落ちるスプリットかなんかでダブルプレー取ったんですよ、うん、金本さんは、はい、っていうぐらい全部うまくいったんですよ。だからこれぐらい言ってくれたら楽っすよね。打たれてもいいですから、ホームラン打たれてもいいっていう、いやなんか指示の器の大きさをすごく感じますよね。でしょ。
その初球から振ってくるぞとかじゃないじゃないですか、はい、打たれても、はい、もうこっちが指示したからお前の責任じゃないぞっていう、はい、なんかその、はい、ね、ちょっと大きさがあるじゃないですか。だから伝えることは伝える、はい、任せるとこは任せるっていう、このはっきりしたところがすっごいやりやすいんですよ。しかも日本シリーズの初戦の大一番ですよ、はい、ロッテ31年ぶりに日本シリーズ出た、はい、その初戦でやることを明確に僕に伝えて、はい、結果は問わない、はい、でも結果どうや、はい、完璧っていう、一番いいやつですね。ああ、だからやる方もやりやすいじゃないですか、やりやすい選手としても、うん、はい、だから僕はもう指導者の皆さんもそういう曖昧な指示よりも簡潔に丁寧に悪くなってもいいよっていうのを明確に出してやると選手はやりやすいんだよっていうのを伝えたいんですよ、うん、ああなるほど。だからやっぱこういうとこはコーチングとかにね、うん、はい、あと監督術とかにつながっていきますよね、はい、だから結果にとらわれず何をしなきゃいけないのかを明確に伝える、うん、そのことによって選手を安心してできる、はい、イコール好結果を持っている。いい流れですね。でしょ、うん、どうですか、最初に言った野球界を良くしたいっていう。いや、まさにそれに繋がりましたね。文句じゃないでしょ。確かに、あの最初、あ、また文句言ってるってちょっと思いましたけど違った、もう野球界を良くしようっていう思いが伝わりました。そうですね、はい、だから皆さんのね、はい、お役に立てればいいと思います、はい、意味のない指示減ることをね祈りたいです、はい、はい。